画から学ぶ写真の見方、撮り方。本日は引き続き2次元の弱み解決法です。写真は3次元の世界を2次元にしてしまうので奥行き情報が失われるっていう話はしましたよね、はい、今回もその奥行き情報をどう表現するのかということで、その手法の一つとして色彩遠近法、こちらをご紹介したいと思います。具体的な、ね、例を見ていってみましょう。明暗、色相による神出交代というのが人間にはあるんですけど、この左側の赤と青のブロック、はい、2つ、ね、上と下がありますけど、はい、赤はどういう風に見えます？上の赤がこう飛び出て見えますね。逆に下の青がこうへこんで見えるというか。今度右側の黒と灰色だとどうですか、はい、こちらも上の方が灰色のブロックの方が飛び出て見えますし、下の黒のブロックの方が奥の方に入っているように見えます、はい、まさにあの上のね、はい、四角は飛び出てるんだけども下の四角はこうへこんでいるっていう風に見えるっていうのは、これがその明暗色相による神出交代と言われているものなんです。で、色の重さっていうのを確か昔話したと思うんですが、それと同じように明暗色相による神出と交代、これがあるんです。黒っていうのは後ろの方に下がっているように見えるし、白は前に出ているように見えるっていう、これがの人間の認識の特性です。そしてそれを生かした作品がございます。こちらです。レオナルド・ダ・ヴィンチ、聖アンナと聖母子。ダ・ヴィンチですよ。はい、誰でも知ってるダ・ヴィンチ。お世話になってます。お世話になってますはい、こちらの作品見ていただくと分かりますけど、はい、たる色彩体はです、赤ですとか白とか肌色といった新色を利用してますよ、はい、一方で後ろはどうですか？後ろはちょっと緑とか青ですかね。ですね、交代色を、はい、使うことで必然的に聖母子が前に来るというね、イエスキリストが前の方にいるっていうのが分かるようになっているということなんです。これはレオナルドが意図的にやっていたということが明言できて、はい、レオナルドが過去にダヴィンチノートというのを残していて、その中でですね、彼は5倍ほど遠く離れて描こうとするものを5倍ほど青く描けって言ってるんです、はい、要は交代色で描けっていうことをまさに言っているということです。そしてダ・ヴィンチだけじゃありません。こちらレンブラントです、はい、もうこれもかなり有名な作品なんですけども、光が特徴的ですよね。そうですね、ちょっとスポットライトが当たってるような光ですね。はい、こう斜めから入ってくるこういう光を多用したので、レンブラントはよくこう天使のはしごとかいう斜めの光が入ってくるとこありますよね。はい、あれをレンブラント光って言ったりするのは、このレンブラントの名前から来てるんですね。ああ、なるほど。斜めからシャーッと光が入っているように見えるじゃないですか、はい、レンブラント光、はい、ちょっとかっこよくこう斜めの光があった時、レンブラント光だね次回から使います嫌われない程度に引けるかしちゃだ。いや本当ですよ、はいはい、おじさんが嫌われるパターンですよ、はい、そしてですね、実際にこうスポットライトが当たったように明るく描かれているので、この前のたる被写体のところがです、まさに前に飛び出て見えますし、後ろですね、もう暗く暗いです ね本当にね、明かりが当たってない形で暗く描かれてますよ、はい、これが明暗さを生かして遠近感を出すということをレンブラントがやっている例です。そしてさらにです、色相明暗さ両方を生かして近感を出す例ということで、エル・グレコ、こちらを見ていただきたいんですが、はい、この作品もね、こう見てみると気づくことありますよね。メインどころはもう神出色だけ使いましたみたいな、ダーンって感じですよね。ダーンってなってますよね。しかも明るい、明るい、そして後ろが暗い、暗い交代色、ね、色がないですもんね、もうね、ほんとね、もうこういう風にして分かりやすく進出をさせると、イエスキリストが前に出てくるっていう風にされてるということですね。そして続いての作品です。こちらがですルーベンス、キリスト効果、いやー、これ名作中の名作ですけども、この作品でも気づくことありますよね。はい、やはり明るい色がこう前というかメインどころで使われてますよね。そうですよね、はい、で後ろは暗くて交代色が使われてますね、はい、こういう形でイエス・キリストがすごく前に出てくるっていう、うん、はい、この悲劇のシーンですけども、十字架からね降ろされる、うん、このシーンを見事に描き出している、もう本当にそこにねキリストがいらっしゃるかのような、はい、そんなような絵です。でこの絵見覚えありませんか？何でしたかね。若い方はあまり覚えてらっしゃらないかもしれないんですけども、はい、とうとう僕は見たんだと、
これだけで僕はもう何もいりません。このセリフがですね、僕らが子供だった時にはもう爆泣きしたセリフなんですよ。わかんないですよね。わかんないと思うんですよ。これフランダースの犬でネロが最後に、ね、はい、天国に行く前に言うセリフと見た絵です、はい、これがこれです。なるほど。このルーベンスの絵が見たかったんです。この当時絵というのは本当に貴重なもので、うん、民衆の娯楽だったんですよね。宗教の布教の目的でもあったんですが、同時に娯楽の面もあって、普段はですねカーテンで隠されていて、お金を払うと見せてもらえる、うん、ネロはとても貧乏だったので、そのお金が払えなくて見ることができなかった。メロは画家になりたかったので、このルーベンスの絵が見たかったっていう。あ、なるほど。もうね、あのシーン見ただけでも僕ら爆泣きですよ。共感してくださっている方がきっといるんでしょうね。いや、きっともうぜひね、ちょっといいねと、はい、ページへの登録をお願いします。ここで宣伝が入るんです、はい、日本の絵でも当然同じ、はい、まあ、鹿野松栄先生の、はい、こちらの作品ですけども、うん、こちらでも同じですよね。はい、メインの鳥が明るい色使われてますね。はい、そして後ろは暗くて緑青。はい、でこういう風になってますよ。日本でもやはりそこの辺の寝室食交代食っていうのは何らかの形で意識をされていたんじゃないかなという風に思います。はい、この当時ね、そういう概念が果たしてあったかっていうのはちょっと私も知らないんですけども、名画というのを書かれている方々っていうのはその辺感覚的にねお持ちだったのかなという風に思います。そしてみんな大好き、おミュシャですよ。ミュシャみんな大好き、ミュシャですよ。はい、もうミュシャ展とか行ったらすごい人混みでしたよ。そうですよね、素敵ですから。いや本当にいいですよね、こうミュシャは。日本の漫画みたいだっつってね、こう日本人がまた特に大好きだったりするのかもしれませんけども、この作品も、色彩遠近法が使われています。どのあたりだと思われますか？そうですね、人物とかお花の部分が寝室色が使われていて、で背景が緑色で交代色が使われているってところですね。はい、完全にね、はい、もうミシャもこの辺を意識して見事に使われていたっていうのがここでね、見て取っていただけるかなというふうに思います。当然我々ですからこれを写真にどう生かそうかという話なんですが、はい、写真の例をちょっと見ていってみましょう。はい、まずはじめがですね、総82さんっていうんですかね、東京カメラ部、クラブハウス応募作品です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらのクラブハウスで写真褒めるっていうイベントをやってたんですけども、その時に投稿していただいた作品になりますが、この作品ね、パッと目が行くのはどこですか？赤い傘ですね。ですよね、はい、これがやはり寝室色なので、この傘がすごく前に来ているように見えますし、はい、後ろの緑と相まって、そうですね、これが対象、はい、ですし、また補色の関係にあるので、うん、この余計赤を際立たせてくれる存在になってるっていう、はい、色彩遠近法と補色関係をうまく使われた素晴らしい作品かなというふうに思います。そして次の作品を見てみたいと思います。こちらカジノリさんですね、10選のカジノリさんの作品です。ここもねちょっと気になるところありますよね。やっぱり女の子の赤い服が目を引きます ね。ここですよね。はい、確かね、梶野さん、奥様がモデルの娘さんの衣装を担当されてたような気がするんですが、お上手ですね。本当に。いや、いい写真ですが、これも確か SNS で大人気だった作品ですよね。ね、赤い色で、ポンと彼女が小さくても目立つし、前に来てるのがわかるし、はい、っていう、こういう素晴らしい作品かなというふうに思います。そして次の作品も見てみたいと思います。こちらが MRE フォトジャパンさんですかね。これちょっと読み方がわからなくて申し訳ないんですけども、この方の作品どうですか？はい、手前の黄色のひまわりですよね。そうですね。はい、聞いてますね。そうですよね。これが明るくて、そして次に、で真ん中に赤の女性もありつつ、周りは緑で交代色っていうので、はい。はい、そして奥にね、青い車があるっていう。青い車もある。はい。これがだから、交代色の青い車が奥にあって、はい、手前に赤と黄色があるっていう。しかもこれ3層構造になってるんですよね。そうですよね。いやもう、色彩遠近法と近景中景遠景も使ってるっていう。合わせ技の素晴らしい作品なんです。モデルさんの着る服だとか、後ろに置く車だったりとか、もしくはね、手前の被写体とか、その辺を意識取ると、こういう風な素晴らしい作品が撮れるかなというふうに思います。はい、そして続いての作品、竹太郎さんの作品です。
これもね、いいタイミング取られましたよね。優雅な羽を広げてます、ね。ちょうどね、羽がね、光をこう通していて、ね、本当に美しいですよ。ここがね、白がこれですごく強調されていることで、これがね、前にすごく来ている寝室色っていうのを感じますよね。はい、そして奥がまたこう、まあ、水の表面が緑色に見えて、抗体色になっていて、ね、手前の口調がすごく前に来ているというふうに感じ取っていただけるかなというふうに思います。手前はね、意識しやすいですけど、奥もね、ちょっと考えていただくと、ただ自然環境で撮ると奥って大体緑なんですよね、うんうん、山とかで撮ると。ああ、そうですね、はい、なので空は青いし、はい、空は青いし、うん、そのあたりはもしかしたらそんなに意識しなくてもいいかもしれないですけど、逆に手前のね、被写体をどういうふうに寝室色にするかみたいなところを少し意識していただくと、こういう立体感のある奥行き感のある写真にすることができるというふうに思います。そして次ですね、こちらがですね、ヒロキングラフィーさんの作品になります。これも素晴らしい写真ですけども、ここも気になるところありますよね。そうですね、黄色のテントがとてもこう目立ちますね。ですよね、これが青だったり緑だったりしたらちょっとね、感じが違いますよね。うん、いや、これがあるからもうここだけボンと前に出てきてるみたいに感じますよね。ですね、うん、はい、先ほど申し上げたようにね、こういうところであれば奥はね、必然的に緑が入ってくるんで、はい、はい、こう山の中であればこうなるので、うん、手前のこの被写体です、このモデルさんが白い服を着ているし、ね、黄色いテントっていうところがものすごく効いている素晴らしい作品かなというふうに思います。次回は二次元の読み解決策その3、空気遠近法です。空気楽しみですね。本シリーズ内で好評を希望される写真を公募しています。ツイッターでハッシュタグ東京カメラ部名画から学ぶをつけて投稿なさってください。よかったらチャンネル登録と動画の高評価をお願いします。